こんにちは、グランピーです。このマスクコード、レジスタントのマスクコードが入ってるんですけど、まだ紹介できてなかったんで今日紹介ちょっとします。色がじゃこんだけあります。全部で11色あったんですけど、今これだけしかないです。1000円です。これ、ね、使いやすいんですよ。僕結構マスクつけて作業するとメガネがめちゃくちゃ曇るんで、まあ、こうやって作業するんですけど、そういう時にすごく重宝してます。終わりで今日は、エルドレッソさんの第3弾かな、キャップと T シャツとソックスが入ってきたんで、今回それを紹介します。ちょっとまずキャップ、毎年人気のジェットキャップといって、あのサイクルキャップと同じようなこのパネルを使ったキャップが、4色入ってます。まずブラックで、今回サイズは、S サイズ、M サイズが入荷して、あるんですけど、グランピーは M サイズだけ注文します。でかぶると、お、かぶりやすい。これだったらこうつばが短いんで、まあ、あとここがなんていうかな、シュッとなってるんで、ヘルメットかぶっても大丈夫です。僕ちょっとシエルに魂売ってるんで今シエルキャップ。あとはこの、オレンジとブルーの、これはブルーっていうカラーになります。ちなみにこれ6000円です。あとはパープルと、なんだろう、ベージュ、色パープルになります。それと、カーキですね、かオリーブ、オリーブとホワイト。でここに書いてるのが、骸骨がモヒカンになって、これどういう状況かわかんないですけど、僕の予想だと、あ、でもあんま言うなよとかランニング中に、まあ、雷に打たれてこうなったのかと今言おうとしたんですけど。でキャップ、それとソックスが入ってます。ソックスも今回は、エルドレストのソックスは基本あのくるぶし短いんですけど、今日は長いソックスが入荷します。どんな模様かというと、1個開けてみます。ネイビーで、一応女性用と男性用があって、女性用がだいたい23センチぐらいで、男性用が25センチぐらいのサイズ感です。これいいですね、長いからブーツ履くときとかいいですね。なんとか、あと後ろには、宮島の鹿が描いてます奈良かもしれない鹿です。とせっかくなんで開けちゃいましょう。とこれがグレーで、僕前々から思ってるんですけど、このエルドレッソっていうこのマークはちょっとポルシェのマークにロゴに似てるような気がします。もしかしたらデザイナーがポルシェ好きなのかもしれないと勝手な推測。あとはチャコール。ちなみにソックスは、1600円です。このクオリティで1600円ってなかなかいいと思います。結構この長さ自転車乗りにすごくいいんじゃないかなと思います。この長さ。で次が T シャツがいろいろ入ってきてます。T シャツが全部で3色。まあ、このバーガンディっていうこの、あの小豆色のタイプと、あとはマルチといって、なんかオレンジとグリーンとバーガンディがあるタイプと、あとはブラックです。これちょっと開けてみます。せっかくなんでマルチを開けてみましょうか。マルチか。ちなみに T シャツは、5700円です。お、すごい。あ、マルチは反対側がグリーンです。グリーンとで前がこういう感じ、なんか多分山のこの、なんていうんですか、山のあの山かなんかわかんないけど、ですで、この、まあ、特徴はこの横に、
まあ、ジェルとかを入れた、あ、食べたカスを入れるとのポケットがついています。でエルドレッソさんのサイズ感は、ジャパンサイズなんで、普段 S の人は S、 M の人は M を着用してください。そんなとこかです。ちょっと短いけど終わります。で最近あの、メルマガをしてるんですけど、まあ、頑張ってあの毎週火曜日と木曜日にこの配信をするんですけど、今あのお得な情報とかメルマガ会員しか見れないあの情報があって、実は今日11月17日火曜日なんですけど、今日投稿したメルマガは、ミステリーランチのクーポンコードがあって、なんとそのクーポンコードを書いて買うと 20% オフになるっていうのもあります。まあ、今後じゃあそのクーポンコードっていうのは、他にどこにも見えないやつなんで、メルマガを登録してメルマガを受信する人しか見えないんで、まあ、今後そういうのもあの、まあ、知らない人が損をするみたいなとやっていこうと思うんで、あのぜひメルマガ登録お願いします。一応概要欄にメルマガの登録するあの URL 貼っとくんで、そこで登録お願いします。はい、じゃあ今回は、エルドレッソのレジスタントのマスクコードと、あとエルドレッソのキャップ、ソックス、T シャツと、あとメルマガの紹介でした。じゃあ終わります。